はい、皆さんこんにちは、カイカイです。今回の動画では PS5 の過去世代機と比べたロード時間を見ていこうと思います。ただし、ロード時間を比較するだけじゃ味気ないので、いくらかロード時間を比較した後、それぞれのロード時間の差をもとに、これらのゲームをいくらかのカテゴリーに分けて、それぞれの共通点というか、ロード時間がどれだけ早くなった、その理由などを見ていこうと思います。総数としてはゲームスポットさん、そして IGN さんの比較動画です。それと注釈として、同じゲームのロード時間で複数のデータが見つかった場合は、PS4 プロ版、PS5 版ともに早い方を選んでいく場合があります。これはそれぞれの比較動画が作られる間に最適化のパッチがあった場合を考慮してのことです。ご了承ください。じゃあとりあえずまずはデータを提示するだけ提示しましょうか。わざわざ動画を見てしまうつもりはありません。こんな感じです。このようなデータを私自身が集めました。ブラッドボーン、コントロール、デスティニー2、FF7、FF15、ゴッド・オブ・ウォー、モンハン・ワールド、アイス・ボーン、レッド・デッド・リデンプション2、RE3、ラス・アース2、スパイダーマン、マイルズ・モラレス、デス・スト・アンチャーテッド、これらのゲームが一応比較として上がっておりましたんで、それをここでまとめさせていただきました。左側が PS4 プロ、右側が PS5 のロード時間の数字となっております。単位は秒ですね。まあそりゃそうか。で、これらをいくつか分けてやると、まずはほとんど改善がなかった場合、これはゴッド・オブ・ウォーですね。ゴッド・オブ・ウォーに関しては41秒から35秒ということで、多少の改善にはなってるんですけども、まあなんというか、ほとんどSSD の速さを活用できていないような感じがします。一応2018年のゲームなんで、その辺のことも関係しているのかもしれません。で、次のカテゴリーがおよそ2倍以上ほどの改善。これはほとんどのゲームが属していて、ブラッドボーン、コントロール、デスティニー、FF7、FF15、モンハンワールド、レッド・デッド・リデンプション2、RE3、ラス・アス2、デス・スト・アンチャーテッドがここに入っております。これらのゲームに関しては、最適化などが適用されているとは限りませんが、一応ロードが速くなっていて、だいたい2倍ほど、もしくはそれ以上っていう風な感じとなっております。これが一番大きなカテゴリーですので、ここから見えることはたくさんあるんですけども、それはまた後ほど話していきます。そして最後のカテゴリーが圧倒的な速さを発揮できているやつ。それがスパイダーマン原作、そしてスパイダーマン、マイルズ・モラレス、この2本となっております。この2本に関しては、めちゃくちゃ速くなっていて、スパイダーマン原作に関しては43秒から5秒に下がっています。実に8倍以上の差。で、スパイダーマン、マイルズ・モラレスに関しては1分以上かかっていたのがおよそ10秒ほどまで下がっていて、こちらも相当速くなっているということがわかります。じゃあそれを踏まえた上で、ここからロード時間がなぜこれくらい変わっているのかっていう風なとこを推測していくんですけども、まあ見てわかる通り、先ほども言ったんですけども、ほとんどのタイトルでロード時間がおよそ2倍以上というカテゴリーに収まっているんですよね。で、このロード時間っていうのは PS4 Pro に SSD を搭載した時とほとんど同じような時間になっております。結構以前から言われているのが、 SSD を PlayStation に搭載することでロード時間は2倍早くなる、そんな感じなことがかなり以前から言われてきておりましたが、それ以上の改善っていうのは基本的に見込めません。それはロード to PS5 のイベントでマーク・サーニーさんが解説していたように、その他の部分でパイプライン上の改善が必要である。例えばメモリであるとか、データの解凍であるとか、データの移動だけじゃ足りないということですね。で、SSD を搭載することでデータの移動っていうのは速くなりますけども、それ以外の部分では速くならないっていうことで、2倍程度の改善しか見込めないんですけども、このカテゴリーに収まっているゲームのほとんどっていうのが、より速くなった SSD、まあ2倍以上の速さはあるんですけども、実際2倍程度の速さしか活用できていなくて、おそらくですけども、それ以外のパイプラインの場所で最適化されていないせいで、SSD の速さを全て活用できているわけではないんだと思います。まあここからわかるのは、 PS5 の SSD のスピードをしっかり活用するためには PS5 のことを頭に入れた上で、 PS5 の SSD のスピードをしっかりと活用できるように、開発段階から最適化していかないといけないということだと思います。これをしっかりとできている最たる例がスパイダーマンですね。先ほども名前が出てきた。おそらくマイルズ・モラレスを制作している時点で、マイルズ・モラレスに適用したような最適化を元のゲームにも入れたのか、元のゲームは8倍以上の差ですね。先ほども言った通り出てきております。ここで注目したいのが、スパイダーマン・マイルズ・モラレスは PS5 に向けて制作されている現時点で唯一のゲームだということです。もちろんデモンズとかも制作されておりますが、ここでの比較対象として利用されていたゲームのうち、唯一の次世代ゲームというふうになっております。これから先出てくる新作の PS5 向けのゲームとしては、この労働時間が基準になると思っていいでしょう。しかも、この時点で未だにウードルクラーケンっていうのは活用されていないんですよね。以前解説動画を出しましたけども、このウードルクラーケンという技術っていうのが、ラットゲームスールさんたちが出している、ウードルテクスチャという技術なんですけども、これによってゲームデータの圧縮率がおよそ2倍ほど改善する。つまり現時点ですでに 1.5 倍から 1.6 倍になっているのが2倍、その2倍ということで 3.2 倍以上ぐらいになるんじゃないかっていうことが、話としては出てきております。現時点で出てきているスパイダーマンマイルズ・モラレス、デモンズ・ソウルに関してはかなり前の段階から制作されていて、このウードルテクスチャのライセンスをソニーが購入する前から制作されていたんですよ。なので、もしかしたらウードルテクスチャに対応している余裕がなかったというか、対応しようにももう開発段階が進みすぎていて、今更対応できなかったっていう状況になっていたんじゃないかというふうにも言われておりますんで、ウードルテクスチャに未だに対応していないと仮定すると、ここでスパイダーマンマイルズ・モラレスのロード時間見てやると、5秒と11秒というふうになっておりますが、ウードルテクスチャに対応することで仮に2倍になったとして 2.5 秒と5秒に下がるというわけです。もう 2.5 秒5秒っていうのは、そうですね、フェードには少し長いかもしれませんけども、軽いカット、ちょっと工夫したカットを入れさえすれば普通に受け入れられる労働時間だと思います。もちろんケーナ、ブリッジ・オブ・スピリッツ、あのゲームも PS5 の独占としてこの後出てくる予定ですけども、あれに関してはメインメニューからゲームに入るまで2秒程度しかかからないっていう話も出てきております。もしかしたら、こっから先出てくるゲームっていうのはさらにロードが速くなる可能性十分にあると思います。その辺非常に楽しみなところです。残念ながら現時点で出てきている数字っていうのは、厳密に言えばPS5 にちゃんと対応したものではないんですよ。PS5 が発売された時点でおそらくパッチが適用されると思います。それは PS5 側のファームウェアのパッチのことです。そのファームウェアによって労働時間とかが改善する可能性も十分あります。現にここで紹介している時間っていうのも全部どのベンチマークを見るかによって数字にいくらか差がある場合があるんですよ。それはゲームのバージョンによってどのパッチが適用されているのか。で、パッチが適用されていたりいなかったりすることによってPS5 のソフトウェアをどれほど活用できるか、そういう風な違いが出てきますので、その辺の対応も考慮するならば、労働時間が PS5 が発売された後に改善するっていう可能性は十分ありますし、正直、改善すると思います。なので、この動画、もう少し話はしますけども、現時点で言っておきたいのが、PS5 が発売された後、もう少しちゃんとファームウェアがしっかりした時点で、PS4 世代と PS5 世代のゲームの労働時間の比較っていうのをもう一本出そうと思います。おそらくもう少し改善した労働時間が見れるんじゃないでしょうか。さて、もう少し話していこうと思うのが、PS5 と Xbox Series X の労働時間の比較です。残念ながらこっちは比較されていたタイトルは非常に少なかったんですけども、ここでは4本紹介したいと思います。実際の労働時間に関するデータは PS4 と PS5 のPS4 Pro と PS5 の比較が左側、Xbox Series X と PS5 の比較が右側になっております。4本は Destiny 2、FF15、モンハンワールド、アイスボーン、レッドデッドリデンプション2、この4本となっております。この時点で気づくのが、Xbox Series X の方が、数十%程度は労働時間が早いんですよ。レッド・デッド・リデンプション2を除いて。非常にこれは面白くて、実際 SSD スペックを見れば、PlayStation 5の方が早いのは間違いないんですよ。もうどんなに血迷っても、Xbox Series X の方が SSD が早いっていうことは全くありえないんですけども、おそらくですよ。おそらく Xbox Series X の方が現時点でもっとしっかりしたソフトウェアが出てきているんじゃないかと、私は予想しております。Xbox Series X のソフトウェアであるとかファームウェアであるとかがもっとしっかりと、最適化されていて、古いゲームに向けた最適化がされているんじゃないかと。PS5 の方は、以前から言われている通り世代をかなり重視しておりますんで、言い方は悪いんですけども、過去世代のゲームっていうのはガン無視というほどではないと思いますけども、ある程度PS5 向けのタイトルと比べてはないがしろにされているんじゃないかと、ここの時点で予想しております。そのせいで、Xbox の方は過去世代向けのゲームにもちゃんと、労働時間を最適化するための、最適化がなされているんだけども、PS5 にはその最適化がないんじゃないかっていう風な、予測です。ただし、その Xbox Series X と PS5 のソフトウェア部分の最適化の違いっていう話をここでしておりますが、PS5 もそれと同じような最適化をもう先ほど言ったのと同じように PS5 が発売された後に適用してくるんじゃないかと正直思っております。まあそれに関しても実際に出てくるまで待つ必要がありはするんですけどね。まあこの時点でロード時間のカテゴリー分けとかを一旦無視して、とりあえず PS5 向けに制作されているゲームの中でどういう風なロード時間が期待できるのかっていうのを見てやると、過去世代タイトルの互換モードに関しては過去期のロード時間のおよそ半分ほど、もしくはそれより少し早いぐらいが期待できるかと思います。でもしかしたら、ゴースト・オブ・ツシマのようなゲームっていうのはパッチが適用されて、それによって、ロードが最適化される可能性があります。その場合は、2倍以上3倍4倍つまり、10秒以内とかのね、ロード時間っていうのが十分に期待できると思います。ですが一番早いロードが期待できるのはもうデモンズソウルのような PS5 のみに向けて制作されたタイトルであるとか、 PS5 が発売される同時もしくは発売された後に出てくる予定のプレイステーション独占タイトル、プレイステーションのインハウススタジオが作っているようなタイトル、これらに関しては1桁のロード時間というのが十分に期待できると思います。スパイダーマンマイルズ・モラレスに関しては11秒のロードとなっておりました。ウドルテクスチャが当てられればこれは1桁になります。まあぶっちゃけたところプレイステーション5の SSD のポテンシャルはこんなところで、止まるようなものでは、とどまるようなものでは絶対にありません。その辺開発者たち、頑張って最適化してほしいところです。あの SSD のスペック、そしてIO パイプラインの最適化を考慮すれば、全てのゲームですね、過去期向けのゲームは一旦さておいて、新作に関しては全てのゲームで3、4秒程度以内のロードっていうのは十分に期待できる範疇だと思います。ぜひ頑張ってほしいです。そこまでいったところでこの動画はこの辺までにしましょう。楽しんでいただけたら、ためになったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。他の動画、他のチャンネルなど動画説明の方にリンクしておりますので、あと Twitter の方もリンクしております。ぜひご確認ください。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。